汚い海外ツイート罪、ネイチャーとテクノロジーですかね。アートネイチャー、あ、企業の社長みたいな、こういう人いるよな。的外れ分析日記。テスト。なんか投稿してよ。テスト。世界を出始めるやってる少年見た老人おるって、わらわら、誰だよ。あ、クリオン。誰だよ。ケンキブルース会始める。ブルース会って何？新しいスンス。ケンキおはよう。新しい SNS。ツイッターみたいなやつ。ツイッターみたいなやつ。ツイッターみたいなはいつ。ジェネリックツイッター。調べよう。どんなもんなんや。ブルース会。ストドン。もともとツイッターにいた開発者が新しく作ったんだよ。ただエッドエとか肌色規制が強いらしくて少し様子見感。ツイッターの違いって何？ツイッター買収される前の人ってこと？白マンタ先生とかブルスカの方の赤作ってた。だって私やかん。スレッズも流行らなかったし、これも流行らなそう。ブルースカイ、あなたのアカウント、メールアドレス入力、パスワード選択、顔使いです。絶対使わねえよ。ツイハイに次いでブルハイが生まれるのか。1993年です、僕は。で、5月21です。で、イーロン・マスクのおもちゃ認証コード。アイコン何するん？電話番号に送った認証コード。X が有料になるかもだからできたんだよね。いや、まあ、どうなんだろうな。気持ちとしてはね、個人的な。ブルース界の役所、確実に日本ではあるぞ。X やめたいけどな。正直、脱却したい。コタカはいいね。それな、X が気に入ってるけど、そろそろやめたい。それはそう。みんなやめたいよ。まだユーザー反応ね。でも言あ、ケンキ疲れてるわ。イーロンマスク、イーロンがいないだけでかなりプラス得点なんだよな。おしみんな何に興味？あ、来た来た。一気にトラするなら移動したいよね。何に興味がありますか？インフルゾンビとなんかよくわからない海外ツイート罪。ネイチャーとテクノロジーですかね。うん。あとは何があるかな。ネイチャー、わら、ネイチャー、日本語対応してるのか。あとは何がな。嘘つき。嘘つくな。まあ、ニュース。ネイチャー、アートネイチャー。ずっと企業の社長みたいな項目選ぶな。アートの方の、ネイチャー、アートネイチャー。IT 企業の社長みたいな項目ってなんだよ。ゲームないんか。別に IT っぽいやつないよ。ビデオゲーム。そのことに敏感な研究。ビデオゲームと、自然芸術、テクノロジーと、そういうこと。コミックとアニメ。コンケンキ、エリートになった研究。まあ、これへんかな。アニマル、あとニュースは気になる。意識高いハゲってこと？どんなあなたがフォローしそうなアカウント、アートなネイチャー、スポーツは気にしてますわね。フォローイングフィード返信を表示、あ、まあまあ表示します。なんやこれ。シンプルな同じ副大量に持ってそうなやつが選ぶ項目。全部英語でマジであかんねえぞ。こんにちはでございます。あ、急に日本語になった。始めましょうで準備ができましたって相当で日本語になったわ。さっきまでずっと英語だったのに最後の最後に急に日本語だったわ。英語は英語の方がでかいもんね。あら。それな。わらわら。めっちゃツイッターやん。えちえち、歌。歌。めちゃめちゃツイッターじゃん。あら、わお。めちゃくちゃツイッターだね。あら、わら、ほぼツイッター。バカツイッターだね。ツイッター、違和感なく使えそうだな。ね。しかも結構自分に興味があるやつが流れてるけど、ちなみにエロいは番がひどいらしやお。結構ええ感じやな。エロいは番がひどい。おはようございます。ああ、まあそれが正しいだろう。イラスト関係はかなり検閲厳しいと噂のブルース界。エゴサしよう。規制はひどいみたいやけど。エゴサしよう。エゴサしよう。このタイミングでエゴサするやつ。この時点で剣気でエゴサしても、アンチコアンチツーとしてるやついるかな。いきなりエロい投げる方が狂ってる。早すぎない？わらわら。わらわら。わらわら、今晩の業界チャレンジしてるみたい。あ、けどプッサンとか言ってんな。即エゴサはエグい。わらわら。おい、けどこれすごいね。わらわら。ケンキってエゴサしてさ、これ、プッサンって話してんねんけど、これケンキ書いてないもんね、また文字に。関連付けすげえな。今つぶやくか。エゴサできるんだ。ツイッターじゃん。規制がきついというより住み分けフィルターちゃんとやろうって感。いかなく。プッサンワードがケンキ関係してるのか。あ？的外れ分析日記。あ？わらわら、わらわら、もっと単純にメンバー決まってんのにあれ。やめてあげて、物産と元気が関連されてるの笑う。まあいるよな、やめてあげろ。実はもっと単純な理由でメンバー決まってるんだよ。面白い、元気さん見つけたからフォローしてみた。ダブル、悲しきモンスター。実際もうちょい簡単なんか。いや別に単純におじいと仲いいとか。コン元気。シンプルに。おじいからあれ来るんだもん、連絡。おは元気、これ青空。数字とか考えてないおじい。X の方だって。そういう人も確かにいるかもしれないけど。だいたい。だいたい運営が呼びたい人とスケジュール空いてるかだろ。カジュアル大会だもんね。コンケンキ。
だから結構、まあ、だからこそ成り立ってんだけどね、コミュニティだから、ね、そんなあんま数字で追いかけると、あの配信者に出なくなるから、そういう配信には、大会には。なんか仲いいとかそういう方じゃないと。元気、配合差はしにくいよね。だからあの VCC がなんでずっと成り立ってるかっていうと、みんな土井さんと仲良くて、土井さんがみんなに対して普段からすごいあのいろいろしてくれてるから、みんなも土井さんのイベントだったら出たいよねって出てるだけっていう、もうほんとただそれだけなんだよね、うん、でたまにこういう分析に気が湧きます。面白いです。そうなんだよな、うん、実はこれだけ本当にこれ、おフォロー増えてる、やった。土井がいつもありがとう。これなんかすげえ なわらわら、これ出てあげたいんだ、わらわら表示名元気でしょ、わらわらリンク元気、説明、ただの背中です。さて大喜利、変えたい世界を。ただの背中です。ただの背中。偽アカの方が知り合いフォローしてる。いや違うな。無職の配信者。変えたい世界だ。回せ世界だ。俺が今まで一番かっこいいと思った回せ世界は。回せ世界は。大声を出す京都人です。初期アイコンのままで。回せ世界はこれです。わらわら革命思想家。わらわら。わらわら、これ一番かっこいいですよ。中年革命家、経済を回す、返せなか、これかっこいいですよ。世界変えたいっていろんな、これは俺が就活してた時の、あのツイッターの、サイバーエージェントの、思想強いか、宗教キャッチコピー。こう、いろんなさ、就活サイトとかで出るんだよ。いろんな会社が。募集が。で、そこに、名前入れました。回せ世界をってだけ書いてある。サイバーエージェント受けたのかよ、わらわら。偽赤ですか。あ、できたできた。元気。ダセーな、ひらがなで元気ってかなり右ですね。リンカーネーションかよ。ださ一度戻ったからリセットされてたね。あ、そうなんだ。わらわら、回せ世界、フォローがしたよ。あ、マジで。あ、元気、けなげ、わらわら、フォロワー増えた。あ、じゃあツイートしよう。いつも思うわ。テスト何か投稿してよ。テスト回せ世界をで即見つけれたわ。ヘッダーどこる、斜めの4とかにするなう。わらわら、本名でやっぱやってる少年みたい。記念書きこ、アイコンあの金のやつやったら怪しいフォロワー増えるかな。わらわら、しょぼ、わらわら、記念ださ、くさ、今のところの背中感、元気って一般名詞すぎて同じアカウントたくさんいそうよね。コーチもやってたし、わらわら、わらわら、パピコ、あれ、書きこって出んだっけ、記念パピコ、パピコか。ゆいきひ、2008年にタイムスリップしてる、わらわら、ワクテカです。わらわら、なう、パピコあんま好きじゃないわ。老人おるって、わらわら。でも昔のツイッターそんなのにだった。ツイッターみてえだ。ツイッターみたいな感じをするには、いいねあるやん。ツイッターをしないとな。なんかおもろい写真頼む。なんか面白い写真。おじいちゃんでくさ。いや、ないんだよな、今フォローしたら。写真が。元気、おじさんだった。1個目ゲットした人いる？こっちでも4にするのか？ニセモン見たう。作らせないか。こういうのは大体元気って調べて出てくるから。君だ、青い鳥。爆笑する元気、根元気、自撮りでしょ。大体こうやって調べたら出てくるんだよ。元気、画像、元気、すげえ。逆一理音で別の元気さんがいる。こういう人がいるんだ。やべえ顔いる。わらわら。わらわら。わらわら。それやばい。顔出ししてると楽だな。わら。真ん中の緑のやつでいこう。七瀬のしかないな。食毛後のやつ。ダウンタイム中のやつ。わらわら。あ、いい。本当にこれだけはマジでなんで撮られたかわからないな。クレープのでいこう。クソだな。わらわら。あ、えぐすぎ。いや、俺はまだいい。それにする？あの女の子の仕事で忙しすぎてメイクができないからもうしょうがないからノーメイクで前に出てる外に出てる人を撮るのって、うん、本当に終わってるよな。しかも内容なんもない、うん、あのここの仕事に関して本当にゴミだなと思った。いやマジでなんか多分本当になんかあのしょうもない会社なんだなっていうのがすごい一瞬でわかる、そんな会社だったよな。普通に盗撮で人権侵害なのどうなん。今自撮りすればいいやん。終わってる。マジで何もないんだよな、内容。あの普通にあのサムネ詐欺してる YouTuber と一緒なんだよ。そうだからあのわらわら、サムネ詐欺してる YouTuber がとりあえず盗撮だけしたみたいな。右下でいいな。だからこれ持ってて笑う、なんか個人でやってんのかなって思っちゃった。これあ、この人たちで個人で活動されてる方なのかな。モラルなさすぎ。より悪質でくさ。ダブル。くさ。あの大人の企業でやってると思えない証拠されてきちゃった。右下のグリーバック。まあただ参拝配信をしてる俺もある意味今の配信、今の週刊誌と同じではあるんだけどな。いつものやつじゃん。こっちかな。これをこうして、ハッピーハッピーなニュースはないのか。こたも赤作ろうねー。うわ、わらわら、誰だよ、きたー、クリオン、誰だよこの写真、なに反対にしない、リ
オン。これリオン。それ嫌い。いきなりのクソデカリオンクサ。あ、やばくなった。どうしよう。何これプロフィールじゃん。リオン。リオン。リオン。誰？イーロンマスクから飛び立った蝶。いつもの。ダブル。リオンごめん。リオン大変なことになっちゃった。唇分厚。このリオンはどういう意図で撮った写真なの？わらわら。わらわら。前から気になってたけどなんでヘッダーリオンなの？わらわら。横のヒロトさん。うわあ。わらわら。笑い。ちょっとキモい。なんでリオン使ってるの？これはこれでおもろい。わらわら。ヒロト。でっか。これで行こうよもう。これでいい。でっか。もはや誰かわからん。でっか。こわ。わらわら、急に事故までくさ。とて、謝罪、でかすぎだろ、わら、きっも、X もそれにしよう、わら、もうこれでいいか。わらわら、隙間から覗いてるリオン、リオンをヘッダーにして爆笑する元気。わらわら、ガチ恋取りってレベルじゃねえ。これでいいか、そうだな。わら、なんかやだ、誰かわからんし、わらわら。弟と付き合うんですか？なんかなんだこれ。キテンパピコか。なんかこのなんか AI が考えたみたいな文章考えてくんだよ。てかお前これ AI かマジで。ひどすぎる。キテンパピコに対して弟と付き合うんですかってなんか。わらわら。AI が考えた。今日はこれでいいや。肌部分が多いからバンされそう。わらわら。早速リンクを巻いた。チャット GPT でインプレゾンビみたいな。わらわら。リンク2期。わらわら。ゾンビ役。インプレか。それはとても素晴らしいですやめろ。あなたは弟とそれを分け合うでしょう。元気やってるやん。こいつ絶対男、絶対男だこれ。わらわら。コロネンって名前でやってる絶対男俺。もう湧いたの？わらわら。なんかやってる有名人探そうぜ。てかゲーム実況者探そうぜやってる。それは最高です。こういうのは大体ソバルトやってんだよ。男だろ。ソバルト。さらされちまう。大体ソバルトやってんだよ。白マンタいたよ。やってなかったわ。インプレゾンビのふりおもろい。白マンタ。可愛くぶってるけどオタクの匂いが強い。白マンタ。まだあんまいなそう。開いた。マンタ先生は見た。わあすげえ。マンタ先生フォロワー多いなー。うん、羨ましい。にゃこさん。わらわら。うん、いろんな人フォローしよう。さすが先生。さん。すげえ。ちゃんとしてる。絵師さんは移行早かったね。白い方。かわいい。わあどっちかわかんねえ。かわいいけど。けどこれが本物かどうかわかんねえ。でもロリコンだよ。うん。かわいい。ナチョちゃんはいないのかな。ナチョはやってないだろう。本人が X から誘導してくれてたらフォローしやすいんだけど。いや関係ねえからな。よいちゃん、新装組の10位村とかブルース会やってる。あ、ほんとだ、いるわ。やってるね。やばいね。アダルトに寛容だから絵師が移行したがってるにゃっけ。いや、アダルトに寛容なんじゃなくて、ニャコは X でポストしてた。わら、ニャコさんって何歳なんだ。高田たけし。AI イラストとか結構厳しいんじゃね。ええママすげえ。どうせすぐみんな戻ってくる。なんでだろうね。X にブルース会のリンク貼ると版の恐れとかで X に貼る人称、いかやく。結局海外だから厳しいんだよ。ブルースカイのリンクはバンの恐れとかね。そうなんだ。サブリミナルリオン。けどさ、普通にバンしてきそうだよな、イーロンなら。イーロンなら普通にブルースカイの URL とかリンクだったら普通にバンしてきそう。貼っちゃったわ。いやいや、別に多分、まあ、やれたことはないだろうけど、やってきそうだよな。だからブルースカイのスクショだけ上げてたね。だからリンクじゃなくてアカウントページスクショしてあげてんの。いかやく。あ、そうなんだ。みんなそうやってやってんだ。ブルース界の直輪は無理そう、ね、俺もそうしよう。スクショでもダメって噂があるな。なおブルース界側もツイッターの URL だけ反応しない。賢い。なあブルース界側もツイッターの URL だけ反応しない。ツイッターの本画は2本出しの人だろうな。もうバチバチじゃん。え、マジで本当に反応しないの？リオンってまだ X 社にいるんだっけ。お互いに無理にやってる。マジで反応しないの？しないよ。え、待って、どういうこと？ちょっとやってみては試しに、ね、誰か。え、ちょっとやよ。え、どういうこと？反応しないってどういうこと？反応しないってどういうこと？ちょっとよ。ウイママは普通におもろいぞ。試してみるか。え、待てよ。おはんよ。そんなバチバチなの？ X だけリンク化されないらしいですね。え、待って、嘘、ほんと？もうイーロンは X に興味持ってないぞ。他は直輪で飛べるのに X の旗だの文字列。アクティブなリンクにならなくてただの文字列になるんじゃない？できてる。全然されるが、X の嘘松を通ってるのね。はい、嘘松。はい、嘘松。あれ、いけるじゃん。いけるやんけ。わざっぷ。はい、嘘松ですって。なんだ、嘘かよ。嘘かよ。できるじゃない。都市伝説とか好きそう。草、釣られちまったよ。お前嘘松。嘘松。ブルース界はみんなスクショ貼ってる人多い。いや、できたらマジでおもろいけどな。これはするの。聞きかじったことを話すんじゃない。根拳気。そうだぞ。わらわら。聞きかじったことを話すんじゃありません。剣気。自分で見て。なんだよ、自分で実際に。そこはおもろい。調べて。自分で実際に。二度とびっくり。触れたものに。画像で見たもん。ネットで見たもん。嘘じゃないもん。本当だよ。ちゃんと宇宙へ行って確かめてこい。
まあ、そう、過去画像だろうけど。プロフィールにと言ってるある貼ってくれ。は、いかやく。ツイッター言われる貼る。あ、マンタ先生すごいな。プロフィールでできてるのは俺だけ。絵師は割と早めにやってるみたいね。じゃあ、わかった。ツイッタープロフィールにできないってことか。そういうことか、そういうことか。だから、これが、俺の YouTube のいわゆるこれなんですよ。俺のケンキの YouTube の特定に言われる。マジでそのヘッダーのままでいくんか。これは、俺の、もう直されてるかも。チャンネル飛ぶのよ。で、これで、これ続くぞ。これはいけるよね。はあはあはあ、検証してみよう。まあ、ツイッター行くか。ツイッター。どうせ使わねやろ。これが？ブイラー。くさ。ツイッター。ん？あ、ツイッターで AV 落ちか。あ、わらわら。あ、あ、治ってたら殴ってくれていいよ。いけてるやん。ダブル、あらら。あんだけ言われたら直されるわな。あ、こんにちは。あ、はい、嘘まつー。嘘か。バンシロ、真顔やめてね。あ、無言論破ケンキ。冷めため、わら。真実風の煽り好き。自分で試してみてからよ。ってことがわかる教訓になりました。いからく、気持ちもちもち。こういうやつがロールでエアプラコメントするんだよ。だよね、うん、面白いよね。ちょい前だね。ケンキ様に証拠が貼ってある？多分エモンだよ、こいつ。マジレスニキ、わら。ケンキリスナーが嘘まつが集まる場所で悲しいよ。貼ってあるだ。あれな、猫ミーム。これなんか若干悪ガキはやめなさい。これだからこれ作ってんじゃない多分。マジでこれカッコと文字列の間にスペース入ってるかちゃんと。いやこれ多分嘘末なんじゃないかな。コラガかよ。コラガとか嘘末なんじゃないかな。嘘末2回目嘘末だよ多分ね。うん、これ多分バズりますからね。バズりツイートじゃないこれ多分こういうの。釣り針か、ディープフェイク、URL に手を入れてる感じか。フォロワー少ない。やったか？多分このプレタイ、嘘だよ、嘘バズか。そもそもお前らの情弱をさ、こうやって騙すためにやってるんだって。うん。お前らの情弱を騙すためにやってるの。ただこれ推論だから真実は闇の中よ。嘘末アップデートすな。この人見に行ったらええんちゃう？クソだよ。嘘っぽい画像やな。つられくな。情報弱者男性だよ。飛ぶ動画ないとな。青い空じゃなくて青空って呼んでるやつを信用するな。ケンキさんの完全勝利です。生草坊主が、まあ検証が全てですよね。嘘を嘘と見抜けないとケンキの配信を見ることは難しい。ハッシュタグつけてんの怪しい。ザーコザーコ情報弱者。ダブル、あ、あ、あ、は、あ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 れれ、あ、あ、あ、ふむ。しかもあれ？いわゆる違うしね、なんか。ちゃんとアカウントはあるのね。スペースがちゃんと改良されてないか。短縮やるんですね。正体表したね。ご、顔、う、URL 違う、わらわら。くさ、え、あ、ん？ 3 人もフォロワーもらえてるやん。これやってます。はい、嘘待つ。はい、解散解散。もう完全に嘘だよ、こいつ。見て。招待制だった。総合日、2月7日だよ。子さんにき。もち。わらわら。ダブル。この人がツイートしてんのさ、一ヶ月前だけだよ。ダブル。わらわら、昨日やん。招待制じゃなくなったから話題になってる。もうやめてあげてね。やっとるな。やってるよ。昨日やね。あ、やってるね。じゃあ昨日の瞬間にこの仕様が変わってないといけないけど、これなってる、同様の現象が起こってる人いないじゃん、誰も。追撃のグランドグライパー、やってんな。名探偵ケンキ。同じ現象になってる人いないよ。ここに絶対ツイートするじゃん、やってたらみんな。ですね、つって。ああ。コンケンキー、ああオーバーキル。こうやってインターネットで情弱が騙されるんですよ。前にツイッター終わるかもみたいになった時にも流れ行ったから。こうやって都市伝説とか名探偵、なんかこういう嘘ツイートで、そう、インターネット上で情弱が騙されて、で、みんなこうやってとか批判したりするんですよ。こんなに騙されるバカ多いと気持ちいいだろうな。こうやって批判されたりするんですよ。ケンキによるオーバーキル。有名人とか、なんかよくわかんない会社とかがこれで巻き込まれて叩かれるんですよ。ケンキ信じてたら巻き込まれてたな。お前らみたいなやつがいるから、お前らみたいな正誤関係をちゃんと確認せずに物を言うやつがいるから今問題になってんじゃねえのかなあ。みんなまっちゃんもそうだ。はいはい、なあ、自分ってロルしてる時の役場してますよ。顔が死ぬほどやつやん、わらわら。ああ、声でっか。はい、俺も信じた。そうだよな。なんならごめんなさい。もう悔しい。正論刀剣器、情弱は確認せずに拡散するからな。俺悔しい、本当に。ごめんなさい。ごめんなさい。ちなみにさ、どっか忘れたんだけどね。
味方の振り上げでね、ごめんね、ちゃうわ、白鳥座だっけな、生きるな、必須鉱山に気になってってる、橋を外さないでね、恒星文明が見つかったかもしれないらしいぞ、お前ら、適当な話始めたぞ、白鳥座に恒星文明が見つかったかもしれないらしい、マジか、ザブングル研究、これも嘘です、恒星文明ってする、マジ、恒星文明、アルタイル、マンタ先生ってうまいな、俺たち地球人は何文明かっていうと、やっぱりね、惑星文明の途中なんですよ。 0.7 惑星文明なんですよ。でこの何文明っていうのはどういうことかっていうかっていうと、要はそのものを 100% エネルギーを活用できているかどうかっていうのがなんちゃら文明ですね。俺らは惑星のまあ約 70%、 まあ石油とかが使えてるから風の力とかだから約 70% のエネルギーを利用できてるので、俺たちは惑星文明なんだけど、まだ惑星文明じゃないです、なんだけどその先の惑星じゃなくて恒星、要は太陽のエネルギーを 100% 利用できるようなレベルになってる恒星文明っていう文明が文明って谷なんだ。見つかったかもしれないです。信じるか信じないかはあなた次第です。ソースは？本当の都市伝説やん。なんか調べたらうさんくさいサムネの動画が出てきたぞ。かもしれないってのがな。答えやめてよ。あとシュメール人は、じゃないぞ。根拠弱くね。シュメール人は、現代よりも高度な文明を築いていた可能性があるんですよ。もう一回初めから頼む。パンドラの箱は開いちゃってるんだよね。いい無垢。惑星、前通ります。その情報商材売り始めそう。出た。シュメール人、何かと標的になるシュメール人。